ケンシロウさんですね。いい時の収支ってどんな感じですか。月、まあ、100から50万ぐらいの仕事とか浮き方とかは2つなんですよね、うん、それでもまあ分断的に暮らす方が逆に6つかって言ってるのがあるんですよ。後半情報信じとか歌舞伎めっちゃ具体の具体的な展開が出ましたね。突然そこは時々本当にだけど、はい、全録する時ある。パチンコ今うちに行く人って言ったら知識ある人ですよ、はい、この店はここが強い、この日はこれが強い、この日はジャグラーが強い、そんな感じでみんなね行く店を選ぶ最終手段として使うサイトがあったりするのに、いろいろそれは何個もあるけど、それはツイッターかもしれん、はい、Google のね検索が持ってきたサイトかもしれん、そこを見るね、はい、そうなると有識者はみんなそこ行くね。地元の設定最高設定が4の店、誰が行きます。いや行かないですね。行かない。行くプロもいる。5台ぐらいカニ歩きしてようやく掴んだ設定4。誰が打つ。そいつしか打たんやろ。そいつもやめるかもしれない。特に言うと設定5、6がめちゃめちゃ置いてあるみたいな店にプロが行かんと思うか。プロで溢れてるってことですか。プロ常連おじいちゃん、こいつらが一番のライバルやな。ラグラーだからね、はいはい、一番のライバルはおじいちゃんやで。謎のギタレンかましますからね。打ち子に打たせとっても出へん。じゃあジジイの打ち子を雇ったらいいんじゃないですか。ジジイの打ち子はな回転数が遅いのよ。若い子はすぐ終わるよ。おじいちゃんもへかりました。おーい。え、なんだもう自分で食べない。うち子なのにこけし、こけし光ったね。こけし、こけし、ゴーゴランプ、こけしって言うんですか。こけしやね。脱線したんですけど、僕が通ってた店に確率の魔術師って言われてるジジイがいて、構成、うんうん、確率がどんなに設定値でもまあ200分の1ぐらいじゃないですか、うんうんうん、なんか800分の1とかっていうのがいたんですよ。でもそのジジイが打つと毎回800分の1ぐらいで落ち着くんですよ。そのジジイ全部1枚掛けでプレイしたんですよ。1枚掛けだとボーナス確率は下がる。それはもう分かって。やめてほしいですよね。なんか設定が入ってるのかどうか分かんないですよね。あんなことされたら分かんないですね。最終的にこれからはどうしてったらいいんですかね。今2023年に勝つ方法教えてもらいたいですね。マイジャグラーを打て。さっき設定用しか入ってないって言ってたじゃないですか。そしたらファンキージャグラーを打てはええ。全部ジャグラーじゃないですか。ジャグラーが一番正直に出てくれるんよ。でもちょっと待ってくださいよ、はい、石郎さん。なんで今年の収支なんかマイナスだって言ってたけど。おーっジャグラー打っても勝ってないんじゃないですか。ジャグラーでは勝てるんですよ。あ、違うねで負けてる。あ、そうですそうです。アバネリとかね。え、それもなんかちょっと本当失礼なんですけど趣味打ちですよね、それ。趣味で売ってませんか、それって。まあ正直な話、いや、打つ価値がないね。え、ちょっと待ってください。え、なんやなんや。え、カバネリ、ジャグラー打たずにカバネリ打ってるんだけど、もう打つ価値ないよ、あれは、ということですか。せやけど打ってしまうね。病気じゃないですか。中毒者じゃないですか。6本正常ですか。あれがやっぱちょっときついな。低設定と思っていても脳汁が出てしまう。なんなんですかね、あれは。低設定でもプロも打つで、あれは。
セサミン。ほんでイベント日って言っても、ソロのさ、プロやったら勝てへんよ。軍団とか引き子を宿ってる人がいたら、それは勝てへんよ。最後そこに集約するんですね。そう、朝一が大事だから。朝一で軍団をやっぱり持ってる人しか大きく勝ってる人がいないってことですね。まあほぼ無理やね。狙い台決めてそこ座れて、外したとしても他のやつが第二候補で取ってたみたいな、設定ロック取ってたみたいなぐらいじゃないともうほぼ勝てんね。どうやって今のさ人たち勝ってるん？パチンコちゃう？パチンコで逆に消えちゃってんじゃないですか。もう無理やもん。だってパチンコで負けるやつはスロットで勝てるみたいなのはもうないよ。確かに。できれ決まっとうねん。最近こうパチスロライターとかパチンコライターも楽しいこと言える人みたいになっちゃって、あの勝ってない人がほとんどですよね。ああ、まあそうやな。なんかこう設定座ってます、うん、設定4以上やから、はい、これは打たなって思って打って負ける演者多いな。確かに。俺なんか一回、まあいいなと思ったエピソードが、シノケンって知ってます？誰やシノケン。スロマガのシミケンちゃん。シミケンは AV の男優っすね。篠崎健二っていうのがいて、はい、なんか昔からのスロプロなんですけど、その人が動画の実践で、この店打てる台ないですって打たないでよ、実践を終えたっていう、すごい好感の持てるエピソードがあって、ガチやなと思って。でもそんなことあるんすか。だってその打てよ。4以上あるな、打ち続けますとかそういうの欲しいねんけど、どうぞ。打てよ。そこまでガチは求めてないですよ多分ね。ケンシロウさん、はい、なんか最後に重大発表があるということで。私、はい、スロットをもうやめます。え、やめます、やめます。怖すぎる。勝てないもん。え、スロットでこれからもなんか生活していく、なんかサラリーマン稼げないからスロットで稼ぐって言ってたのな、言ってましたよねさっき。サラリーマンのが稼げんねん。調子乗んな。ハゲ。出演者募集します。パチンコパチスロプロの方、もしくは元プロの方、めちゃくちゃ負けてる方、面白い話を持ってる方、パチンコパチスロ以外で、まあ、競馬競輪競艇、音カジなど、まあ、その他のギャンブルめちゃくちゃ狂ってるジャンキーの方、ぜひぜひお話を聞かせてください。興味のある方は旧 Twitter、現 X の DM まで、ご連絡お待ちしております。顔出しが嫌であればモザイク処理はしますのでご安心ください。あ、ちなみにギャラは出ないので、それでもいいという方だけご連絡ください。